ハワイの最終処分場最終処分場とは、不要品のうちリユース、リサイクルが困難なものを処分するための施設のこと。ゴミ処分場、ゴミ埋め立て地、埋め立て処分場などとも呼ばれる。日本では廃棄物の処理及び清掃に関する法律に、定められた構造基準と維持管理基準に基づいて、設置、運営され、 同法に定められた廃棄物の区分に従い埋め立て処分される。埋め立てが進行し満杯になったら終了しその後廃止される。なお放射性廃棄物は同法の対象外であるため対象物に含まれない。最終処分には海洋陶器と土壌還元があるが2007年度より海洋陶器は原則禁止となった廃棄物の最終処分とは 廃棄物の減用化、安定化、無機化、無害化を行うことであり、最終処分上では安定化の達成を主要な目的とする。これを助けるために行われるのが焼却を主体とする中間処理である。安定化とは、環境中にあってそれ以上変化せず、影響を与えなくなった状態等と定義される。しかし、これを人間社会の尺度内で実現することは、 往々にして困難、または不可能である。そこで、掘り返すなどの人為的な行為を行わない限り、見かけ上安定している状態を技術的に達成し、最終的な安定を待つことが考えられた。実際の最終処分場は大きく次の3種類に分かれる。ただし、実際には、この区分が曖昧なまま運営されているケースが少なくないため、 安定型処分場であっても水質汚濁の原因となる場合が見られる。日本では埋め立て地の構造や方式は、副土や浸出水排除の実施形態などによって、いくつかの段階を経てきている。ただし世界的には、現在も最初期段階が多数を占めている。最終副土の施行例処分場は、基本的に廃棄物処理計画の中で埋め立て処分計画を策定し、 必要な条件を備えた用地の選定を行う。選定作業では、埋め立て処分する予定の廃棄物の種類に応じた、水門地質調査と、自然環境、生活環境に与える影響を図るアセスメントを実施する。住民の同意が得られ、候補地が決まったら、設計、建設に入る。完成後は、運営を開始し、モニタリングと残余容量の測定を、 毎年実施する。やがて満杯になったら、最終復土により埋め立て終了、閉鎖となる。安定型以外の処分場では、閉鎖後も浸出水の処理や、埋め立てガスの測定、モニタリングを続行する。浸出水や、埋め立てガスと自然環境の差が無視できるようになったら、記録を整備して処分場は廃止され、管理も終了する。廃止後は、後地利用を行う。 ただし、埋め立て地内部が完全に安定化しているわけではなく、最終復度の施行は慎重に行わなければならない。または、計画、設計の段階から再利用に備えることが望ましいと、される。安定型処分場は廃止後まもなく、管理型では10年程度で、後地利用が開始、または検討されるが、遮断型では後地利用は行われない。これは、 将来無害化技術が開発されるまでの一時保管所としての位置づけによる廃棄物処理法に定められた廃棄物の種類ごとに処分場の種類構造が規定されている。なお、一般廃棄物と産業廃棄物は排出者の違いによる法律上の区分であって正常や有害性によるものではない。例えば特別管理一般廃棄物は 特別管理産業廃棄物と同じく埋め立て処分が禁止され、無害化しなければ最終処分場で処分することはできない。主に処分場内部の水と公共水域や地下水をどのように隔てるかによる、埋め立てガスを処理する試みは最近のものである。現代の社会活動に最終処分場は不可欠であるが、経済的なメリットをもたらすものではないため、 様々な面で行き届いているとは言えない現状にある。廃棄物学会で行われた国際比較の研究によると日本の最終処分場は世界水準のトップに当たるという。これは、巡航規制埋め立てによる効率的な安定化と焼却を中心とする中間処理が普及していることによる。国際協力機構は巡航規制埋め立ての技術導入による事業をマレーシア、 イラン、メキシコ、中国、オセアニアなどで行い、評価を得たとしている。ありがとうございます。